の体に対して悪いものが良くなっていくというか、その行動が悪い行動だったり、痛々しい行動だったり、歩き方が変だったり、走り方が変だったりっていうところがみるみる、まあ、良くなっていくようなところが、やっぱり一番やりがいあるなっていう感じるところですね。足腰が強くなって走れるようになった。あと悪いことでもあるんですけど、ソファーやベッドに飛び乗るようになったとか、筋肉がついたり体重が落ちたり、体の循環が良くなったりして、あとはまあ皮膚が良くなったっていうこともあったりします。とにかく、犬が好きなことがまず大切になります。犬の行動から判断したりっていうことを身につける必要があります。ただそれには学校での犬のトレーニングやその辺の経験がとても大切になるので、犬に対しての真摯な態度とか真面目な態度を犬は見てますから、その辺の行動だったりを結びつけるための自分の動きを磨いておいた方がいいかなと思います。でまあ、難しいですけれども、とにかく犬が好き、犬と楽しくやっていければ割とできるかなっていうふうに感じますね。あとはもう病気とかその辺は最低限の知識を持って後からついてきます。楽しそうに笑える人、最低限のマナーを守れる人があれば何でも OK です。